政府は2015年度予算案で沖縄振興予算を減額する方針を固めました普天間基地の辺野古移設に反対する小長知事の誕生が影響したんでしょうか中継です、はい、沖縄振興予算は2014年度は概算要求額を上回る額でしたしかし政府側はそれが異例で通常は減額されるものだとしていますめ、えー、いわゆる子育て支援等々 どうしてもやらなくてはいけない経費がある非常に今財務省との接触の中で大変こう苦労をしておるというふうな状況でございますえただ沖縄県側は普天間基地の県内移設反対を訴え野党の支援を受けた尾長氏が知事になったことが予算の減額の一因だとして反発するのは確実ですまた例年であれば予算を要求する自民党の会合には沖縄県知事が出席していましたが今朝はその姿はありませんでした 自民党は沖縄県側から正式に出席したいという要望が伝えられていないとしていますただ政権幹部は会合に知事が出席できなかったことについて当たり前だ立場を分けまえろと知事への不快感をあらわにしています政府は従来から沖縄の理解を得ながら基地の移設を進めたい考えですが対立は深まる一方です